校舎に賑やかな声が響くのもあと2日です。江南小学校は2学期から新校舎へ移ります。内覧会には昭和から令和まで幅広い世代の卒業生らが訪れました。小学校3年生の時に転校してきたんですけど、怖かった、緊張したっていうのがすごい記憶にあるんですけど、30年も以上も前の卒業生です。ああ、長い月日があったんかなと。昭和41年に建てられた校舎、58年分の思い出が詰まっています。校舎の白い壁がカラフルに彩られています。この絵、在校生たちが感謝の思いを込めて描いたものなんです。先月、1学期の終業式を前に内覧会を盛り上げようと、校舎の思い出プロジェクトとして児童が校舎を絵で埋め尽くしました。ここで勤務もしておりましたし、小学校5年生の時の新校舎で生徒でした。このほか理科室では校舎の変遷を振り返る写真展なども開かれています。自分もここの卒業生なので、亡くなってしまうことはすごく寂しいんですけれども、今日一区切りにしてまた新しい江南小学校の歴史を作ってほしいなと。江南小学校の現校舎お別れ内覧会は明日も開かれます。